田博之先生にご登壇いただきます。細田氏は教団トップハン・ハクチャ総裁を称え、当時の安倍総理にも報告すると伝えていました。ハン・ハクチャ総裁の提唱によって実現したこの国際指導者会議の場は大変意義が深いわけでございます。今日の政界を、そして会の内容をですね、安倍総理に早速ご報告いたしたいと考えております。安倍総裁から統一教会とは共存共栄だからとよく言われております。安倍の総裁選でも統一教会の多くの投票をもらっています。統一教会様は献金をたっぷり集めてますよね。統一教会の名称変更も大変にお役に立っていると思います。手前どもの下村が文科大臣の時に名称変更をリードしました。そんなことで統一教会と安倍派は手を携えて進みましょう。統一教会の解散命令が裁判になっても心配はありません。いいですね。